見事な馬だ。値のつけようがない。捜査な10万アフガン、それくらいなら喜んでご用立てしよう。よし、頼む。いいか、そっくりかけるぞ。通りがかりの騎士が白の執事に10万かけた。従ってみんなの賭けに応じることにする。また会おう。角のない羊でも勝てるんだ。片足の騎士でも競技に勝てるはず。手渡したぜ。心配ない。手を貸すだけです。いかん。ほんのちょっとだけ。主人に背くのか。
歩でも近づきば捨てるぞ。一枚も残さねえんだ。十万アフガニそっくりだぞ。手を引け。やめるんだ。もう2回も答えたよ。あんたが2回聞いたからね。熱のせいだ。私はミズラ。この山で羊飼いをして暮らしているもんだよ。こいつは息子のカディール。ここにいる間は息子があんたのお世話をする。ご親切にかたじけない。ご覧の体で山越えしたが、馬はどこだ。馬に乗ってきただろう。案じなくてもいい。実に利口な馬だ。あんたをここへ連れてきたんだよ。召使いたちは後からしょんぼりやってきた。足跡たどってやっとこさね。よかった。私らの話を覚えてるかね。これ足のことさ。ああ腐ってる。命を落とすぜ、トルセンの若旦那。生きていたいなら取っちまうことだ。それも今すぐに。足を。誰が切るんだ。ここには私しかいない。人間は初めてだが、動物の足なら何回も切り取ってる。悟られずにやれるか。召使いにも連れの若い女にも誰にもだ。